似顔絵描いていきます。よし、鼻からね描きますね。で、鼻から描くとうまいっていうのをなんかで聞いたんで、ちょっと頑張ってみようかなと思います。難しいですよね、人の似顔絵って。よく描かれるんですか？描かないです。下手くそなんですよ、なかなかに。でもこう目の力がね強い方なんで、目は強くしていきたいですけども。できました。全体的にすごく難しくって、まあでもその凛々しい目とか、あの凛々しい眉みたいなものは特徴的に出していきたいんですけど、やっぱりこう人の顔って難しいなと思いました。あ、帽子の感じなんか帽子って私あんまり描くの上手じゃなかったんですけど、ちょっと今回の帽子はなんかうまいこと描けたなと思います。こうツバが横になってる感じで、かぶってる感が出たなと思いました。顔じゃないですね。じゃあ顔で、まあ、顔ちょっと本当に申し訳ない感じです。あの頑張って力というか思いは込めたんですけど、似てるかなっていう、ちゃんとこうイメージもしましたし、まあ、どういう横向きがいいか正面がいいかとか結構パターンも考えたんで、はい、一応頑張りました。やっぱでもそこでやっぱ低い点数やっぱりもう差し上げる以上つけられないので、じゃあ200点でお願いしますね、頑張ってください。なんかそういうで、この時に良くない点数出せませんから、佐々木選手のご活躍をお祈りして200点で、はい、思いを乗せさせていただきました。今回鈴木投手のためにですね、はい、あのガーナの、CM キャラクターでもある深谷みなみさんから、あのチョコレートプレートを、はい、作らさせていただきました。でその模様をちょっとお見せしますので、はい、佐々木朗希選手こんにちは。ガーナミルクチョコレート CM キャラクターの浜辺みなみです。まずはチョコペンでメッセージを書きます。一個でも年下ですよね。なんかついに年下の選手がっていう感じがします。よし、できました。できました。千葉ロッテマリーンズのスローガンでもある突破にしました。ぜひ、ご自身にとって、挑戦やこう目標を突破していただきたいなと思います。続けて私の得意な似顔絵で、佐々木朗希選手を、描いてみました。それをチョコレートプレートにしてお渡ししますので、楽しみにしていてください。今一生懸命トレーニングに励まれているかなと思います。そんな姿に私も刺激を受けて、お仕事をたくさん頑張っていきたいなと思います。今からご活躍がすごく待ち遠しいです。心から応援しています。以上、浜辺みなみでした。ありがとうございました。いかがですか？もうわざわざ佐々木投手のために浜辺さん作ったということで、いや嬉しいですご満足いただけたってことですか？はい。このバレンタインチョコレート、そして似顔絵は100点満点で、出来は何点でしょうか？70点ぐらいで、はい、作ってくれたことに70点で、はい。これまでもらったバレンタインチョコレートの数で一番多い時は何個もらいましたか？ゼロです。はい、今回これ初めて、初めてです。初めてのもらった感想って言われて、本当に嬉しいです、はい。改めて抱負を教えてください。ようやくプロ野球選手になれたので、まずは1軍で活躍できるように頑張っていきたいなと思います。どんな選手に今後なっていきたいか教えてください。勝てるピッチャーになりたいなと思います。今回、浜辺さんの現場には来られなかったですけども、はい、実際は会いたかったですか？はい、会いたかったです